さあ皆さんこんにちは、鹿児島に出てしようリーダーの田上豊です。感謝ということで、今日はなぜこの場所で撮影させていただいているかというとですね、西原商会さんの本社の、駐車場から、お届けさせていただいているんですけれども、今日はなんと喜ばしいというか非常にスペシャルなことがありまして、そちらを皆さんに今日お届けさせてもらおうかなと思っております。なんと今からですね、こちらの方からスペシャルな、今までね講話とか講演とかいろいろやってきたんですけれども、そちらにこれで行こうじゃないかということを、ちょっと見えてきましたね。はい、こちらまだ名前がずっと決まってないんですけども、プリウスの PHV こちらです。鹿児島ユナイテッド仕様こちらでですね、これから、はい、あらーかっこいいじゃないですか。こちらでですねイベント鹿児島を盛り上げていこうじゃないかということで、はい、かっこいいじゃないですか。いやー素晴らしいですね。いやあとは電気自動車としては特徴としてはガソリン車がベースになっていて、電気がゼロになったからといって走らないわけです。ガソリンが入っていれば走ります。なので電気がゼロになってもガソリンが入っていればハイブリッド機能を使って電気がそれでもいい状態で走っていきます。すごくそこが今伸びてきている車になります。まあ、ありがとうございます。はい、ということで今回こちらの車が届きました。プリウス PHV です。これからですねイベントことだったり、こう鹿児島を盛り上げる活動を一緒に盛り上げていってくれる相方が到着しました。ジャケットの方々にお世話になりました。カタということで、デザインちょっと見ていこうかなと思うんですけれどもね、まず前面にはモザイクと今回満を持して田上豊のイラストも入れていただきまして、エンブレムを2人でタッチしながらこれから鹿児島盛り上げるぞと言わんばかりのねイラストが入っております。さあ、そしてぐるぐるぐるっと回っていきますと、まあユナイテッドとおかるに鹿児島ユナイテッドFC、そしてこのエンブレムにも入っていますブルーとレッド、青と赤のデザインもあしらわれて、大きくポンとユナイテッドのエンブレムが入って、鹿児島ユナイテッドで、ここで鹿児島をもっと一つに鹿児島盛り上げていこうじゃないかということで、ロゴと鹿児島県ね離島までありますね。このチーズもしっかり入れさせていただいて、こちらの方は結構シンプルかっこいいなっていう感じですけど、もちろんエンブレムとユニフォームにも入っている、ユニフォームのここにもね入っております、後ろにも入っております、ここ入ってるね、はい、ここに入っております。プライド鹿児島という文字を入れて練習場のユニータが入ってますね。こっちはエンブレムかと思いきや、いいところのあるユナイクのエンブレム型のデザインがされている、はい、このカラーとしてはユニータのカラーを、あしらっているという感じですね。さあ、そこでなんですけれども、今回ですね2つ皆さんにお知らせしたいことがあります。まず1つ目、こちらナンバー、これ非常にね迷ったんですよ。何にしようかなってめちゃくちゃ迷ったんですけど、1239、何かというと、もう僕らユナイテッド FC なぜここまでこう大きく成長してこれたか、そしてこれからね大きな目標に向かっていけるかというと、サポーターのね応援後押しがあってのチームじゃないですか。ということで、サッカーでは12番目の選手ということで、サポーターのことを12の数字で表しているので、サポーターとともにサンキュー、ね、ちょっとこれはあの親父ギャグっぽくなりますけど、サンキューありがとう感謝、サポーターへの感謝を忘れず出発していきましょうということで、1239サンキューというナンバーに、はい、させていただきました。しっかり意味がありますから、どこかで見かけた時はあそういう意味なんだと思って聞いていただければと思います。そしてもう一つ、これはね問題というかクイズというか、ぜひ楽しんでもらえたらということで、この車のどこかに、この車のどこかに隠れユナイクが一つだけ存在しております、隠れております。なのであのどこかでもしこの車を見かけた時は、ただどこにいるんだろうと思って話してください。
ので、ぜひ流してもらえたらと思います。はい、ということで、これからこのクマと一緒にね、この鹿児島を盛り上げていこうと思うので、ぜひまたどこかで見かけた時は、あたさーんって声かけてもらえたらと思います。サンジャムにこの車が行くのかな、その時はゆっくり見てもらえたらと思います。それでは、これからも一緒に鹿児島を盛り上げていきましょう。ありがとうございました。